メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まあ、そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょう。キャッチャー、今のはいいリードだったと思いますよ。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。その警戒すべき高田がバッターボックスです。ジャストミート、破っていった、サードランナーホームイン、ボールは中継、バッターランナーは二塁到達、ホークス追加点、3対1、ライオンズなおも三塁二塁のピンチ。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。赤星さん、やはり今日は相手がエースだったということで、打線は相当手こずりましたね。まあそうですね、さすがと言いますか、チャンスもあったんですけど要所で抑えられてしまいましたよね。そうですね、エースは強しというゲームでした。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。